ホワン・アトキンス・ホワン・アトキンスは、アメリカのテクノミュージシャン、DJ である。テクノシーンにおける、キーマンの一人とされ、テクノのゴッドファーザーとも呼ばれデトロイトテクノの創始者。デリックメイ、ケビン・サンダーソンらに DJ テクニックを教え、クラブテクノの基礎を作った。高校時代に、弟のアラン・アトキンスを通じて、デリックメイと出会い、ほどなく、親友となる。ホアンは、 デリック・メイに対して多大な音楽的影響を与え、デリック・メイはデトロイト・テクノとはホアン・アート・キンスのことであるとも語っている。音楽活動の開始は1981年。リチャード・デイビスと共にサイボートロン名義でシングルアレーズ・オブ・ユア・マインドをリリースした。これはデトロイト・テクノの最初のレコードとみなされている。サイボートロンは1983年に活動を 終了する。1985年には自身のレーベルであるメトロプレックスを設立し、またモデル500名義でのソロ活動を開始。ノーユーフォエースなど数々の作品をリリースすると、共に R&S レコーズ、トレゾールなどヨーロッパのレーベルからもリリースを開始する。活動の中心はモデル500名義だがインフィニティ名義、モデル600名義、 本名名義の作品もリリースしている。ありがとうございます。